今ここに悲劇の歌詞がありますけども、はいはい、あります。サビのふざけた生活続くさ、うん、どうやってできたフレーズなんですか？もともと A メロの、はい、お茶目の星出っていう歌詞があるんですけど、そこがふざけた星出だったんですよ、もともと。はい。で、もっとシリアスな書き出しだったんですね。で、これでも書いたのはもう去年の年末ぐらいだったんですけど、はい、スパイファミリーを読みながら歌詞を書いていった部分もあって、あの物語ってすごく背景がとってもシリアスなので、はい、冷静の背景もそうですね。あと今僕が生きている現実の世界っていうもののシリアスさみたいなものをもっとこう強く書いたんですよ、はいはい、うん、でそのふざけた星出っていう書き出しから始まって、でその一番がこうだんだん進んでいく中で、今のこの手をつなぎ帰ろうかっていう歌詞もできて、はい、で最後に生活は続くっていう言葉で終わりたいなと思ったんですけど、ふざけた生活は続くさっていうのを思いついた時に、その一番歌い出しの書き出しがマイナスから入るんだけど、同じふざけたという言葉で生活は続くさってなるとプラスの言葉になって、そのふざけたって言葉が2つの意味が1番の中に出てくるっていう構成に最初してたんですよ、はい、でなのでふざけた生活っていうのが残ってて、でもだんだんこう歌詞を作り直したりとか、構成し直したりとかこうしていくうちに、あの全体がシリアスすぎちゃったんですよ。全体がシリアスすぎて、なんか意図してる楽曲のイメージとちょっと違くなってきちゃって、でその中でお茶目なっていうのが思いついて、あこの感じっていうのができたんです、だからそのふざけた生活が続くさ単体で思いついたんじゃなくて、最初はふざけた星との対比で、あとそもそも星に罪はないって思ってそうなんですよ。最初本当にもっと辛辣な馬鹿げた星とか、はい、そういう言葉を当ててたんですけど、よく考えたら星に罪はない確かに、人がおかしいだけで、はい、だからうん、その星っていうものの中で起きてることが本当にいろんなことがあるじゃないですか、その人類が生まれるこう誕生する前から、とんでもない星だと思うから、歴史として、だからそういう意味でもそのイカれたっていうのも、なんていうかこうやべえなみたいななんか要素っていうかやばいところに住んでるじゃないですか僕たちって、本当に数々のそのなんだろう、タイミングとかいろんな奇跡によって、はい、今こうなってるじゃないですか、だからそういう意味で星って書いてるから、その最終的に星には悪くないっていう文字に読める、でも、今こう現実で起きてるいろんなことは本当に大変だよねっていうところにも歌詞はいけるし、イカれたでもいけるし、お茶目なっていう言葉も、ものすごく強い皮肉にもなるし、でも星としては悪くないから、あの読み方によってはあの面白い星っていう読み方にもできるっていうのを発見して、そっちの方が面白いなってなったんですよね。だからふざけたはそのなんか名残みたいな、でもそれがやっぱりこの中で描いている、あとは自分がそういう生活ができていけたらすごく楽しいだろうなっていうようなイメージの言葉にぴったりだったんですよね、実際のそのスパイファミリーのキャラクター像みたいなのを落とし込んだりするようなところはあるんですか？そうですね、明確にここですっていうのは、
うまく言葉で伝えられないんですけど、はい、あるとも言えるしないとも言えるというかその今回なんて言えばいいんだろう、やっぱり物語、その作品の物語だけの楽曲を作るのは面白くないですし、はい、でもかといってせっかく主題歌なので、うん、僕個人のやりたいことだけをやるのは違うと思うので、うん、あの両方成立させるようにしたいいつもまあ思っていることではあるんですけど、うん、今回特にその家族感みたいな、はい、家族像みたいな、うん、で作品が提示している家族像みたいなものと、うん、自分がすごくホッとするというか自分がいいなと思う家族像みたいなものが、うん、こうすごく近い共鳴するような感じがすごくしたので、うん、そこのラインみたいなジャッジラインみたいな、うん、細いラインがあるんですけど、うん、でそれをこう歌詞を書きながらそのラインにその歌詞が入っているかどうかっていうところをこう正解としながらこう書いていったっていう感じなんですよね、うん、なのでここの歌詞はロイドにも読めるし、うん、アーニャにも読めるしとか、うん、あとはここは夜にも読めるしとか、うん、ボンドにも読めるしとか、うん、でもそうじゃない方としても全部筋が取っているというか、うん、この全部一人の人の物語にもなるし、うん、そのあなたっていう言い方と君っていう言い方もあるので、はい、そのそれが違う人の視点になっても面白いし、うん、同じ人の視点になっても面白いし、うん、例えば一番の A メロの争いあってから帰りゆく場所夢の中までが例えば一人の人が思ってて、はい、次は同じ人が思ってるっていうことを、あのこぼれ落ちた先で出会ったのも同じ人が思っててもいいし、うん、帰りゆく場所夢の中までの人の思いがまず A メロ1番であって、うん、で 2A でこぼれ落ちた先で出会ったは A メロの人じゃなくて出会った方の人の視点になっても、うんうん、面白い。それはどっちでもいけるっていうような。なんか例えば A メロ 1A をロイドとして読んで、うん、2A をアーニャとして読んで成立するし、夜としても成立するしっていうような。聞いた人が、例えばそれはでも聞いた人その人としても当てはまるかもしれない。うん、なんかいろんなこう組み合わせができるような歌詞にしています、はい、うん、いや、あの実際そうですね、ここはこのキャラクターのイメージだなみたいなことを思い浮かべながら聞いたりしてました、うんうん、できっと多分それは聞く人によってちょっと違うんですよ ね、うん、あとは想像からなんですけど、はい、僕今まであんまり自分の歌っていうのを作ろうとしてないんですよ、うん、でも作ろうとしてないけどそうなる曲みたいなのはもちろんあるんですけど、うん、化け物とか、はい、なんかでもその想像以降自分の考えとか、うん、自分はこう思っているとか、うん、なんか自分に合ったこと、うん、自分の経験みたいなことそのまんまあの歌にするっていうのはないんですけど、はい、でもその自分の状態とか、うん、自分が感じてる何かみたいなものを楽曲の中に歌詞としてこう色濃く反映するっていうのが、うん、想像以降あのなんかできるようになったんですよね、はい、でその量みたいなのは、うん、なんかさらに濃くなっているような気がして、うん、喜劇は特にそのもちろんそのスパイファミリーの楽曲でももちろんあるんですけど、うん、同時にもうものすごく色濃く自分の歌であるっていう感覚がすごくあります、うん、はい、
いや、なんか星野さんのこれまでの歌を聞いてて、これ星野さん自分のことを歌ってるところもあるのかなっていうところが何か所かやっぱあったんですよね、はい、うん、私の居場所は作るものだったとか、うんうん、あとあの日ほどけた淡い呪いに心からのさよならをとかって、うんうん、なんか星野さんの人生というか、うんうん、星野さんのその人生観というか、そうですね、そういうところとすごい重なるなと思って、うん、私の居場所は作るものだったっていうのは、うん、僕はすごくその思いが強くあるので、うん、あとこの言葉は多分それを心から思った人じゃないと書かないことだと思うので、うん、それはすごくあります、うんうん、いや、この居場所は作るものだったと、淡い呪いに心からのさよならをで、うんうん、あとそうだな、血に勝るもの心たちの契約をとか、うんうん、この辺の歌詞で結構救われる人いるんじゃないかなって感じはすごいしますね、うんうんうん、自分が生まれ育って、はい、こうだといいなとか、うん、こういう感覚でいたいなとか、うん、そういう思いがいつもあって、うん、はい、でそれが、あ、間違ってたなって思うこともあるんですけど、うん、そうじゃなくて僕はこっちの方がいいとずっと思ってるんだけどなっていうことが、うん、社会の中ではそうじゃないみたいなことが、うん、僕の経験の中ではすごく多かったので、はい、特にそういう、僕はこっちが好きで、うん、こう生きていたいっていうようなことを、はい、それこそ想像以降で、うん、歌詞の中にこう、うん、入れることができるようになったというか、うん、なんかこう聞く人が楽になったらいいなみたいなことをあんまり考えると、はい、うん、なんていうか、いい人だと思ってしまいそうなんで、自分が。そうじゃないから、うん、本当に自分のためにというか、自分が面白いなって思うことをやりたいだけなので、うん、結果的にそう思ってもらえたらめっちゃ嬉しいんですけど、はい、うん、どういう作品を作ったら、人からの評価とか、うん、売り上げとか、誰かとの比較とか、うん、そういうものがない世界に行きたいんですよね、うん、で、それが感じられるのって自分がなんかいいのできたなって思うかどうかかなって思ってて、それこそ音楽作り始めて、あんまり世の中のことが分かっていない頃に、なんか音楽作って自己満足していいなみたいな、あの今聞くとひどい曲だったりするんですけどいいなみたいな、楽しいみたいな思えてた頃の感覚っていうんですかね、それは当時は単純に周りが見えてなかっただけなんですけど、年を取るたびにこうやっぱり周りが見えていくし、自分の中でもちろん作ったものに対して、うん、あ、こうすればよかったとか、次はこうしようとかっていうのは必ず出てきちゃうんですけど、うん、その時点で、うん、もう全力で限界までいいぞって思えるものを作れたなって思えたら、やっぱりそれが一番気持ちがいいし、うん、いろんなものから解放される瞬間だったりするんですよね、うん、だからそこに行けたらいいなっていうのをいつも思ってます、うんうん。